キャバレーは、1972年にアメリカで制作されたミュージカル映画、ボブ・ホッシーが監督し、ライザ・ミネリ、マイケル・ヨーク、ジョエル・グレーが出演した。1931年、ナチスが台頭してきたバイマル共和制時代のベルリンを舞台にしている。1939年のクリストファー・イシャウトの小説、サラバ・ベルリン、1951年の舞台。 私はカメラをもとに舞台化された1966年のケンダーエブによるブロードウェイミュージカルキャバレーを大まかに元にしメトロゴールドウィンメイヤーが映画版を制作1972年に公開された舞台版キャバレーの曲は数曲のみが使用されケンダーエブは新曲を作曲した舞台版では従来のミュージカルの形式にのっとり 主要登場人物が感情を歌に乗せる。しかし映画版ではクラブでの曲と唯一 MC、サリー以外が歌う、トゥモロービロングズ2メノタは、ミュージカル曲はすべてセリフに置き換えられた。1969年、ボブ・ホッシー監督の映画、スイート・チャリティーが、興行収入において失敗し、1972年、ホッシーは映画、キャバレーに再起をかけ、この年の監督で、 最高の賞賛を得た。同年度の第45回アカデミー賞では、サリー役として、初めて映画で歌ったライザ・ミネリの主演女優賞、舞台版と同じ MC 役を演じたジョエル・グレイの助演団優賞、ボブ・ホッシーの監督賞のほか撮影賞、美術賞、録音賞、オリジナルミュージカル賞、編集賞などの計8部門を受賞し、作品賞を受賞していない作品で、 最多受賞記録となった。エンパイア氏が選ぶ、史上最高映画作品500選の367位となった。公開当初から評判が良く、最終的に興行収入2000万ドルとなった。アカデミー賞の他にナショナルボードオブレビュー、ハリウッド外国人映画記者協会から作品賞、グレーはこれらに組織と、全米映画批評家協会から助演団優勝を受賞した。しかし、 最大の勝者は、フォッシーである。第45回アカデミー賞直前、フォッシーは、自身の舞台で最大のヒットとなった、ピッピンで、トニー賞の演出賞及び、振付賞を受賞していた、ミネリのスペシャル番組、ライザ・ウィズ・ア・ゼットの監督及び、振付で、プライムタイム・エミー賞を受賞し、トニー賞、アカデミー賞、エミー賞の3賞を1年のうちに受賞した、最初の監督となった。 1931年、ベルリン、スターに憧れるアメリカ人の娘、サリー・ボールズは MC が取り仕切っているキャバレー、キットカットクラブで働く歌手である。ある日、イギリスから来たという学生ブライアン・ロバーツが、サリーの下宿に引っ越してくる。学生で作家のブライアンは、博士号を取得するまでの間、生活のために英語を教える。サリーはブライアンを誘惑しようとするが、うまくいかず。 ブライアンは同性愛者なのではないかと疑う。ブライアンはサリーにこれまで3回女性と関係を持とうとしたが、いずれも失敗したのだと語る。二人は友情で結ばれ、ドイツのバイマル共和青春園の頃、ブライアンはサリーの自由奔放な生活を目の当たりにする。しかし、サリーとブライアンは恋人に発展し、これまでの3名の女性は会わなかっただけだと気づく。その後サリーは、 マクシミリアンという裕福でプレイボーイの男爵と友達になり、サリーとブライアンは豪邸に招待される。マックスがサリーとブライアンを誘惑し、二人の関係に変化をもたらしていく。ブライアンと関係を持つと、マックスは二人への興味を失い、アルゼンチンへ旅立つ。口論の中、サリーはブライアンにマックスと関係を持ったことを暴露すると、ブライアンもマックスとの関係を明かす。 後にブライアンとサリーは仲直りし、サリーはマックスが二人に金銭を残したとし、ふざけて売春の代金と比較する。サリーは妊娠するが、父親が誰かわからない。ブライアンは結婚して、自分の大学のあるケンブリッジに連れて行こうとする。最初は二人ともそのつもりで新生活を共にすることを祝うが、サリーとブライアンがピクニックに行った際、ブライアンはよそよそしくつまらなそうにし、 サリーはおむつを洗って生活する、教授の妻の生活を思い描いて失望し、妊娠について悩み始める。結局サリーはブライアンに相談することなく中絶する。ブライアンがサリーに問いただすと、サリーは恐れを明かして、互いを理解する。ブライアンはイングランドへ向かい、サリーはキットカットクラブで活躍し、ベルリンでの生活を続けるが、ナチスの制服を着た男たちが、 クラブの最前列に並び、残り時間が少ないことを思い知らされる。クリスチャンとして、ドイツに住みユダヤ人の羊を隠すフリッツ・ベンデルは、裕福なユダヤ人のナタリア・ランダワーに恋するが、ナタリアは、フリッツの動機を疑い軽蔑する。経験豊富なサリーがアドバイスし、フリッツはついにナタリアの愛を獲得する。ナタリアの両親に、結婚の許可を求める際、フリッツは、 本当の宗教と人種を明かさなくてはならない。ナチス大統が迫っており、真実を明かすのはとても危険なこととされた。この時まだナチスの権力はそれほど強くはなかったが、ナタリアの愛犬が殺されるなど徐々に状況は悪くなってきている。ナチスの暴力支配が広がってくる。キットカットクラブにおいて、最初は国家社会主義者が時々悪さをして追い出されていたが、最後には、 客席のほとんどが国家社会主義ドイツ労働者党員で埋め尽くされる。郊外のビアガーデンでナチスの台頭が示される。屋外の明るい太陽の下少年がくつろいでいる老若男女の客に向かって自然及び若さの美しさについての純朴な歌を歌う。しかしこの少年が着ているのはヒトラー有限との制服である。音楽の紅葉に合わせ、少年は腕を上げて、 ナチス式敬礼をする。アカペラのバラードは徐々に暴力的な文化に変化し、観客のほとんどが集団ヒステリー状態となってどんどん歌に参加していく。マックスとブライアンはその光景を見て、車に戻り、ブライアンはマックスに、君はまだ彼らをコントロールできると思うかいと尋ねる。後にブライアンは路上でナチスの軍人に立ち向かうが、ただ何度も殴られるだけであった。 狂言回しの MC は、その表情は、慈悲、簡単に満ちている。しかし、キットカットクラブでの彼の曲は最初は、ジョークやナチスへのからかいであったが、最後の方では反ユダヤ主義の高まりを表現している。脚本家の J ・プレッソン・アレンとヒュー・ウィーラーは、脇筋をジゴロというダヤ人相続人についての、オリジナルの物語に戻すことにした。 彼らはオリジナルの作家のクリストファー・イシャウッドの同性愛のオープンさを彼をモデルにした主人公の作家の男性に投影しバイセクシャルとしてサリーと恋人を共有させた。フォッシーは1930年代のドイツのデカダンスの隠誉としてサリーが出演するキットカットクラブに焦点を当てることにし、クラブ以外のシーンの音楽は一曲を除いてすべて削除した。残された一曲。 トゥモロービロングズツーメは、屋外のカフェで客により、自発的に歌われる、フォークソングで、作品中で最も穏やかなシーンの一つである。また、オリジナルの作曲家のジョン・ケンダーとフレッド・エブにより、新曲、マイン・ヘア、マネー、メイビー・ディスタイムが作曲された。新曲はすべて主人公を演じるライザ・ミネリが歌った。皮肉にもミネリは、オリジナルブロードウェイプロダクションのサリー役のオーディションを、 受けていた。当時ミネリは、フローラ・ザレット・メナスで、トニー賞ミュージカル主演女優賞を獲得していたが、ブロードウェイ公演関係者らはミネリは、経験不足と見ていたのである。さらに、ブロードウェイ版のサリー役にはミネリは、大柄すぎたという意見もある。映画公開時、ミネリはすでにメジャーな映画スターであり、口づけの傷つきやすい大学生役で、アカデミー賞にノミネートされていた。 1971年、ボブ・ホッシーは、オリジナルブロードウェイプロダクションの演出家、ハロルド・プリンスから、サイ・フュアーが、ABC ・ピクチャーズとアライド・アーティスツで、キャバレー映画化をプロデュースしていることを知った。これは、アライド・アーティスツの再起をかけた一作目であった。すでに映画を監督する決意をしていたホッシーは、フュアーに自分を雇う、幼児自談判した。重役のマニーウルフとマーティン・バウムは、 ジョーゼフ・ウェルマン・キー・ウィッツや、ジーン・ケリーなどの著名な監督に頼みたかった。フォッシーが監督した、スイートチャリティ映画化で失敗したことも、ウォルフとボームは気がかりであった。フュアは、フォッシーの演出やミュージカル曲の撮影の才能をアピールし、ミュージカル曲と同じ労力で映画を撮ることを重要視するなら、映画全体のバランスが崩れると語った。 結局、フォッシーが監督として雇われた。数ヶ月が過ぎ、以前に雇われていた、脚本家の J. プレッソン・アレンと脚本について、話し合った。アレンの脚本に不満であったフォッシーは、ヒュー・ウィーラーをリライト及び改訂のために雇った。アランは、脚本家として残り、ウィーラーは、リサーチコンサルタントということになった。最終的な脚本は、ジョー・マスターロフのオリジナルの舞台版の要素は少なく、 ベルリン物語及び、私はカメラの要素が強くなった。フォッシーとフュアーはロケ地に選ばれたドイツへ向かい、撮影スタッフを集めることになった。この時フォッシーは、ロバート・サーティースをカメラマンとして強く進めたが、フュアーや重役がサーティースが撮ったスイートチャリティを見て、多くの芸術的問題があると感じていた。最終的に、イギリスのカメラマンのジェフリー・アンスワースが選ばれた。 ドルフチ・チヘッド・バワー、ハンス・ヨーグン・キー・バッハ、ハーバート・ストラベルがプロダクションデザイナーとなり、シャーロット・フレミングが衣装デザインを担当した。ダンサーのケイシー・ダビー、ジョン・シャープが、ホッシーの振り付け補佐となった。サリー・ボールズ役のライザ・ミネリ・フュアーはホッシーが監督に、決まる前に、ライザ・ミネリをサリー・ボールズ役に配役し、舞台版と同じく、ジョエル・グレイを、 MC 役に配役していた。フォッシーが監督となり、グレイを MC 役に配役するか外すかの選択権が与えられ、結局グレイが MC 役となった。フォッシーはマイケル・ヨークをサリーの相手役でバイセクシャルをオープンにするブライアン役に配役した。配役やダンサーはドイツで配役された。リハーサルおよび撮影はすべてドイツで行われた。経済事情により、屋内のシーンは、 ミュンヘン郊外のクインバルトにあるババリア映画撮影所で撮影された。ロケはミュンヘン及びベルリン内外シュレースビヒホルシュタイン州ザクセン州で行われた。編集はロサンゼルスで行われ1972年2月に劇場公開された。映画で使用されている曲は話の筋に関係するがトゥモロービロングズツーメ以外の曲はすべてキットカットクラブでの演奏となった。 劇中流れるラジオの報道の声は、M、怪人マブゼ博士、三文オペラなどの著名な、バイマル映画のプロデューサーのシーモア・ネブンゼルの息子で、プロデューサー補のハロルド・ネブンゼルである。この映画は、ブロードウェイミュージカル版とは全く異なる。舞台版では、サリーボールズは、イシャウッドの、サラバ・ベルリンと同様に、イギリス人であるが、映画版では、アメリカ人となっている。 舞台版のアメリカ人のクリフ・ブラッドショーは映画版ではイギリス人のブライアン・ロバーツとなったが役柄はイシャウッド版と類似している。サリーとブライアンやフリッツ、ナタリア、マックスが関わるあらすじは舞台版ではなく私はカメラから引用されている。舞台版のマックスはキットカットクラブのオーナーであったが映画版では違う役柄となっている。映画版でサリーは 素晴らしい歌手として描かれているが、舞台版では才能がないとして描かれることもある。ホッシーは舞台版の複数の曲をカットし、クラブ内での曲とビアガーデンで歌われるトゥモロービロングズツーメ飲み残した。トゥモロービロングズツーは舞台版では最初はキャバレーボーイが歌い、その後プライベートパーティーで歌われる。ケンダーとエブは映画版のためにいくつかの曲を作曲した。 ドントテルママはマインヘアに置き換え、ザ・マネーソングはマネー、マネーに置き換えられた。映画版のために作曲されたマインヘアとマネー、マネーはその後舞台版にも追加された。クラブでサリーが歌うメイビー・ディスタイムは映画版のために作曲されたものではなく、数年前にイバラードのために作曲されたものだったため、アカデミー賞映画音楽賞ノミネートの資格がなかった。 ドントテルママ、マリードは、本来の用途としては、カットされたが、ドントテルママは、感想部分が、インストゥルメンタルで、サリーの蓄音機から流れ、マリードは、フローライン・シュナイダーのパーラーでのピアノ演奏、およびサリーの蓄音機から流れるグレタ・ケラーが歌う、ドイツ語版として登場する、舞台版で使用され、映画版には使用されなかった曲を以下に示す、ソホワアと、ドントテルママ、テレホンソング、 パーフェクトリーマーベラス、ホワイシュッド、アイウェイクアップ、ザ・マネーソング、イット・クドント・プリーズ・メモア、ミス・カイト・アンド・ホワット・ウッチュード、公開直後からヒットした。1973年5月までに、北米で450万ドル、海外で350万ドルを上げ、利益は245万2000ドルと報じられた。ロッテン・タメイトスでは、満足度97%を獲得し、 素晴らしいパフォーマンスであり、使用されている音楽は、スタイリッシュで、クラシックの名作とのステータスを確立させると、評された。2013年、映画評論家のピーター・ブラッド賞は、トップ10ミュージカルの第1位に位置づけ、ボブ・ホッシーによる、刺激的な監督と、振り付けは恐ろしいほど心を捉え、魅力的である。皮肉が効いて大敗的な絶望感がありとても、セクシーであると記した。 ロジャー・イーバートも好意的な評価をし、他のミュージカルとは全く違う。ハッピーエンドのお決まりのミュージカルに陥っていないことが成功の秘訣の一つである。絶望への過程に焦点を当ててチンプにすることなく、ボブ・ホッシー監督は作品の中心の闇に正しく向かっており、アカデミー監督賞受賞に十分に値していると語った。バラエティ氏は、この映画版はとても独特である。 宣伝され、乱らで、垢抜けており、感能的で、皮肉的で、心は温まり、不快なほどしさに富んでいる。ライザ・ミネリは、素晴らしい配役である。ボブ・ホッシーは、約40年前のドイツの境遇を見事に再現した、と記した。BBC.com のジェイミー・ラッセルは、成人指定が与えられるべき初のミュージカルである。ボブ・ホッシーの、キャバレーは、ライザ・ミネリを、 ハリウッドのスーパースターに押し上げ、水亀座の時代にミュージカル、キャバレーを再生させたと記した。ポーリン・ケールは称賛し、素晴らしいミュージカル映画である。政治的なキャバレーを誘惑な風刺に変えた。絶妙のバランスで監督及び振り付けのボブ・ホッシーは1931年のベルリンの雰囲気を保った。派手で軽薄なデカダンス、そして動物的なエネルギーを目の当たりにし、 そのすべてがセクシーに見える。デカダンスを直接的に表現しているのではないが、十分にデカダンスである。悪魔人形のような MC 役のジョエル・グレイと、活気あるが堕落しやすいサリーボールズ役のライザ・ミネリは、揺るぎないスターの素質がある。陽気で刺激的なミネリがスターになっていくのを目の当たりにすると記した。1970年代に制作された他の映画に比べて明確ではないが、 キャバレーは、堕落、性的多面性、ナチズムなどで観客に衝撃を与える。filmsite.org のティムダークスは、性的でやや議論を巻き起こす不変わりなミュージカルであり、軽薄で、快楽的なクラブのシーンが多く、成人指定されるべき初のミュージカルである。性的隠誘、冒徳、同性愛及び異性愛の下ネタ、反ユダヤ主義。 中絶など考慮すべき部分があると記した。イギリスにおいて成人指定されたが、後に15歳以上に改められた。トゥモロービロングずつ埋のシーンは、実際のなき参加と混同する可能性があるとして広く議論を巻き起こした。ジョン・ケンダーとフレッド・エブは、ユダヤ人であることが公表されるまで反ユダヤ主義のレッテルを貼られた。1976年11月のバラエティ誌によると、公開時、 西ベルリンでは、検閲により、ヒトラーユースが歌う、トゥモロー・ビロングズ2・ツーのシーンをカットして上映された。1930年代のナチズムの賛同者を映すことにより、観客が憤慨する可能性を考慮されたのである。1976年11月7日に、西ドイツのテレビで上映された時はこのシーンは、復活された。曲、If You Could See Her の私の目を通して、 彼女を見ることができたなら、彼女は全くユダヤ人ではないことがわかるという歌詞が議論となった。この曲のポイントは、ベルリンで広がってきている反ユダヤ主義を表現することであったが、多くのユダヤ人団体から抗議された。明治大学政治経済学部教授で、文学者のマーク・ピーターセンは、次女、俗日本人の英語の中で、劇中歌 Maybe This Time のレディピースフルレディハッピー dhts, s for a ロ long to be という歌詞が通常の日本版ビデオでは平凡で幸せな妻、それが私の夢という日本語訳をされているのに触れてこれについて極端なわけになっている日本人向きにしているつもりかもしれないが私の見たところこの配慮はむしろ幻想に基づいているようにも思える要は現実の女性の気持ちを どう認識しているかによることなのであろうと批判している。アカデミー賞において、計8部門を受賞した。アカデミー作品賞、アカデミー脚色賞にもノミネートされたが、どちらも、ゴッドファーザーが受賞した。キャバレーは、作品賞を受賞しなかった作品で、アカデミー賞最多受賞の記録を持っている。英国アカデミー賞において、作品賞、監督賞、 主演女優賞を含む7部門を受賞した。ゴールデングローブ賞において、作品賞、ミュージカルコメディ部門を受賞した。ベルギー映画批評家協会からグランプリを受賞した。キャバレーのメイキングの様子が、スティーブン・とロピアノにより、キャバレー、ミュージック・オン・フィルムにまとめられ、ライムライトブックスから出版された。1995年、文化的、歴史的、芸術的に価値があるとして、 アメリカ議会図書館のアメリカ国立フィルム登録簿の9番目の実写ミュージカル映画に選ばれた。TV ガイド氏が選ぶテレビ及びビデオのベスト映画に選ばれ、ムービーライン氏が選ぶベスト映画100にも選ばれた。フィルム4のベスト映画100の第78位に選ばれ、サンフランシスコクロニクル紙の映画評論家が選ぶホット映画100に選ばれ、これ以上素晴らしいミュージカルは出てこないだろう。 ライザ・ミネリは、夏前のベルリンで、アメリカ人の流れ者、サリー・ボールズを演じ、ボブ・ホッシーは、スタイリッシュでほぼ完璧な映画を作ったと記された。オブザーバーがのデイビッド・ベネディクトは、ミュージカル映画への、キャバレーの影響について、当時すでに映画好きの者にとって、ミュージカルの人気は低かった。それなのになぜ成功したのか。それは簡単だ。キャバレーは、 ミュージカルが嫌いな人のためのミュージカルだからである。音楽から元気が与えられ、山高帽とサスペンダーを着用したライザ・ミネリが、曲げキースにまたがり力強く、マインヘアを歌い、ジョエル・グレイと共に、マネーで市民を踊る。こういうのはおかしいかもしれないが、キャバレーの人気の主な理由の一つはミュージカルらしい、撮影方法ではなかったからであると記した。同性愛が描かれ、 レズビアンゲイ映画の最も重要な作品の一つとされており、公開当時革命的であった。これにより、ライザ・ミネリはゲイアイコンとなった。複数の映画情報サイトがアカデミー史上最もゲー的な受賞作と称えた。1998年、初めて DVD としてリリースされ、その後2003年、2008年、2012年にもリリースされた。海外での反見は、 ウォルト・ディズニー・カンパニーの一部となった ABC が所有し、国内の版権は、ドリマー、アライドアーティストの株式譲り受け人から引き継いだ、ワーナー・ブラザースが所有している。現在ワーナーは制作パートナーである ABC と版権を共有している。ABC、ディズニーの元イギリスの DVD 券を所有する、フリーマントルメディアは2008年、 または2009年にブルーレイのリリースを計画していたが実現していない。2012年4月、ワーナーは映画公開40周年を記念して新たな復刻版を発表した。キャバレーはワーナーから通常版 DVD が販売されていたが、高精細度ドビデオやデジタルでの販売はできなかった。ワーナーのマスタリング復元部門の責任者であるネットプライスによると、 オリジナルのネガは紛失しており、編集されたものは、リールの一つに1000フィート、10分間分に傷が続いていた。この損傷は小さなゴミがリールを伝ったためにできたものとされ、ブライアンがナチと対決するシーンから始まっている。これらは周りに合わせてデジタルで塗りつぶされ、見た目にはわからないようになった。デジタルでの自動処理がうまくいかず、損傷したフィルムはコンピューターによる手作業で、 修復された、フランチェスコ・ミスマリゴ、キャバレー、ウンフィルム・アラモーン、ニーベルシテ・デゲネベイ、1984。ありがとうございます。